最終節、無失点で優勝できたことが、ディフェンスとしてもすごい嬉しいので、いっぱい喋れました。まだまだですね。これで5番を近く代表へ行けますね。そうですね、まあ、ファーストは水曜日に次に代表戦もあるので、そちらも応援よろしくお願いします。